この生物を見つけても絶対にしないでください。ヒヨケムシ、あなたが中東の砂漠を旅している時にこの恐ろしい見た目の奇妙な虫に出会ったら気をつけてください。ヒヨケムシは人やラクダを見つけると時速 48km で追いかけ獲物に飛びつきます。そして毒を注入し、獲物が麻痺している間にその強靭な顎を使って胴体に穴を開け、体内に侵入して内臓を食い尽くしてしまうのです。というのは迷信で、その凶暴な見た目からイランなどで過剰に歪曲されて恐れられてしまいました。また大きく見えるように撮られたこの写真が出回り、さらにデマが拡散されました。実際にヒヨケムシは大きくても10センチほどで無毒です。また人やラクダに向かって走ってくるのは日当たりを避けるためで、動きは俊敏ですが最高時速は16キロ程度です。ヒヨケムシは基本的に無害ですので、むやみにいじめないであげてください。